フランクフルトのジグザグハウゼン・エルンツトマイはドイツ人建築家、都市計画家、住宅地の作家でドイツワイマール時代、フランクフルトアムマイン氏のジードルングを多く手掛け、また1930年代にはソ連の都市計画、その後はアフリカの地に近代主義建築をもたらした人物、フランクフルトアムマインで革製品メーカーの工場経営者の家に生まれる。祖父が 工場創始者で、市議会の民主勢力の指導者的立場であったという。エルンストは、フランクフルトの学校で、絵画教育を受けた後、イギリスに渡り、1906年から1年間ロンドン大学に留学。この時建築学を専攻する。1908年に、ダルムシュタットで兵役を務めた、アトミュン編工科大学に入学。フリードリヒ・フォンティールシュや、 テオドール・フィッシャーらドイツ工作連盟の共同設立者らに影響を受け、弁学にいそしんだ。1910年から、再び都営、2年間滞在し、レーモンド・アンウィンの社会主義思想に共鳴し、アンウィンの下で、田園都市を収集、計画業務に従事。またその間アンウィンの著書を翻訳し、本国ドイツで出版する。1913年に、 フランクフルトに戻って独立するが第一次世界大戦が勃発し1914年に再び兵役に着くとフランス西部戦線に招集されるこの頃フランス各地のスケッチを残している1917年からは軍の建築技師として従事フランスとルーマニア各地で戦没者墓地の建設設計に携わる1919年から ブレスラウの警官行政担当部局に報職し、ハイナウ、オーラウ、クレッテンドルフなどに集合住宅地を生み出していく。1921年には、同地で建築雑誌、シュレッシャスハイムを創刊。また同年のブレスラウ都市開発設計協議に参加、衛生都市をベースとした案は参加したチームに優秀、小獲得をもたらしたほか、アンウィンによって広く紹介され、名声を得る。 1924年、アムステルダムでの都市国際会議に参加し、同会で提案された広域地域計画の導入をブレスラウで実践した。1925年からは市長、ルートビヒラントマン率いる社会主義政権下のフランクフルト市で住宅計画の建築家として指名され、同市建設局長に就任。都市マスタープラン、新フランクフルト策定に着手。 アドルフ・マイヤーに都心部を担当させ、自らは広域圏、都心拡張案を担当。また貧困スラムなどの問題を抱える同地で1930年まで、多数の良好な住宅地を供給すべく、計画建設していく。1926年には、オーストリアの女性建築家であるマルガレーテ、シュッテリホツキーラと台所の近代化を図るべく、 家事労働での行動を撮影分析を試み、こうしてフランクフルトキッチンと呼ばれる主婦が一人で操作できる合理的なキッチンを生み出し、これらのユニット生産を実施。またそのためのプレファブ工場を多く手掛けたほか、定期雑誌を発行し国内外に情報を発信し、国際的な注目を浴びていく。さらに、市の技術部門の機構改革にも取り組んだ。 1927年から1929年にかけてはドイツ工作連盟店やサブリーダー格としてチャン会議に参加し当時のソ連で都市計画に関する講演会に招かれる。1930年にナチスの台頭によりマルトスタム、ハンス・シュミットラ・フランクフルト氏のスタッフも率いて新天地として旧ソ連へ渡る。当初チェコムバーク。 翌年からスタンダルトゴルプロエクトに雇用され、1934年までの契約期間内に大モスクは拡張計画、マグニトゴルスクなどの都市の都市計画に携わった。1995年発表された記録映画、社会主義都市はこの時計画された4つの都市について、当時関わった生存者にインタビューしているものである。任期満了後はアカデミズムへ参画するが、 気候風土の相違から技術的問題に直面することになる。1934年にはイギリス統治の東アフリカに渡り、1952年までアフリカに滞在する。当初タンガニーカでしばらくは農業に従事していた後、建築業務を再開。過酷な熱帯の気候条件を科学的アプローチ解決でもって取り組んだ。1944年にはドイツ人を理由に、 イギリス軍、釈放後は、ナイロビに渡り、カンパラやウガンダ諸都市の市街地整備計画や、公共施設の建築設計を手掛ける。1954年からはドイツ戻り、ハンブルクで活動を展開。1956年まで、市の計画部に放職し、多数の大規模公営住宅団地や、各地の都市拡張計画に関わる。1957年にはその職を辞し ダルムシュタット工科大学教授に就任した。ありがとうございます。